転車は良い運動になる。車中泊では運動にならない。そこで自転車で旅に出る方法はないかと考えた。テントを積んで到着したところで、しかし道の駅ではテントは使えない。そこでひらめいた。リヤカーを牽引すれば、リヤカーの上にテントを広げて寝られるように工夫すれば良いのでは。早速リヤカーを発注。すのこをこのように切りました。リヤカーの側板に穴を開けて、テントを張るための支柱を作ります。さて、ここから鬼も泣いたという老いの坂、鬼の坂。厳しいつづら折りが続く。果たしてリヤカーの牽引で登れるか。登れても下りの急坂に耐えられるか。はい、登れました。下りもなんとか頑張れた。テスト成功だ。次はバッテリーを充電させるための小型充電器をテストした。充電は順調に進んだ。ところが突然の夕立で中止。漏れずベトナム級のスコール。ふんどしまでずぶ濡れになった。さあいよいよ出発だ。傘さす年も間近にしてリヤカー牽引の冒険にいざ出発。しかし何分にも初めての挑戦。真夏の太陽の下、すぐに喉が渇いてきた。飲み水はリヤカーの中。五条二条橋の近くのスーパーでお茶を2本買った。さて最初の難関、清水寺横の五条坂、果たして登れるか。登れたら、だけど東山トンネルを越えたところでダウン。しばらく休憩。次の難関は京都と滋賀県の境界。自転車ナビで回避可能かもと誘導されたのは途方もない山道。国道1号に戻り、長い登り坂を死ぬ思いでひたすらにペダルを踏んだ。無謀にもリヤカー引きてさすらえば脚力限界。大阪の関ありがたや一夜の野宿、ほろほろとかじかなくなり。大阪の関道の駅あぐりの里、閉店間際で弁当が半額。3種類も買った。外のテーブルで食べていると店員さんがウイローをサービスしてくれた。たどり着く駅の野宿に人の情、思わず涙。ウイロー嬉しい。8月6日あぐりの里から甲賀土山の道の駅へおよそ35キロ。真夏の炎天下、さすがに苦しかった。熱中症になっていたのかも。反対車線のビルの日陰に寄せて休憩すると意識が遠のいた。気がつけばカップに氷、ありがたや意識戻りで再びリヤカー。道の駅愛の土山は強風でテントを立てるのに苦労した。鈴鹿峠をリヤカー牽引で踏破できるとは思えない。登れなければ引き返す。強風の愛の土山、後にして鈴鹿の峠、いざ我至る鈴鹿越え、たどり着きたる道の駅。友の歓声、疲れを忘れ一夜二夜過ごせば我が後。台風の来たりて叫ぶ赤宿の夜、支柱折れテントに別れ夜を過ごす。応急修理リヤカーの旅。台風で悲惨な目にあった。その後耐えるにも強い逆風で動けない。10日の夕方風が止んだので帰路に着いた。
峠で無理をした。足がしきりに痙攣する。30分ごとに休憩した。リヤカーで高架避けつつ戻り道、小雨の中の小村帰りに。戻り道、思いっきりリヤカー、雨に濡れ、かよわきわが足、休みつ、かばい。のろくとも、足動かせば、帰りつく、都の外れ、14になり。無事、京都に帰れた。よかった、よかった。しかし、京都で初めて警察に止められ、しつこい意地悪をされた。